皆さん、こんにちは。テレビ業界には視聴者の間で極端な好き嫌いを生む人物がいます。その代表格といえるのが長嶋一茂さんでしょう。彼の言動はしばしば物議を醸し、批判の的となっています。今回は長嶋一茂さんの言動を掘り下げていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。長嶋一茂さんといえば、その特徴的な言動が印象的です。時に鋭い批評を展開する一方で、興味がないことには驚くほど無関心な態度をとります。しかし、この極端な振る舞いは単なる個性というよりも、むしろ自己中心的な性格の表れではないかという指摘もあります。特に旅番組での彼の姿勢は、視聴者から厳しい批判を浴びることが多々あります。わがまま言い放題、したい放題とも言える行動は、エンターテインメントの域を超え、共演者や制作スタッフへの配慮に欠けると言わざるを得ません。それでもテレビ業界は彼を重用し続けています。しかし、これは本当に視聴者のニーズに応えているのでしょうか。むしろ物議を醸すことで話題性を作り出し、視聴率を稼ごうとするテレビ局の安易な戦略の結果ではないかという批判もあります。長嶋一茂さんの魅力は一体どこにあるのか。正直なところ、多くの視聴者には理解しがたいものがあります。彼の言動はしばしば常識を逸脱し、視聴者に不快感を与えることさえあります。そこで今回は、これまでの長嶋一茂さんの問題発言や行動を振り返り、彼の言動が社会やメディアに与える影響について見ていきたいと思います。まず最近の出来事から振り返ってみましょう。兵庫県の斉藤元彦知事の不信任決議案可決を受けての出直し選挙に関する長嶋一茂さんの発言が大きな批判を浴びました。彼は羽鳥慎一モーニングショーで次のように述べたのです。この問題は海外だったらデモレベルのことが起こる可能性がある事案だと思う。なぜ起きないか、兵庫県の有権者の方たちにもお聞きしたいが、県民の方たちが行政に対して無関心なところもあるし、日本の体質としてこれはこれでいいんじゃないのみたいなところもあったりする。この発言は政治参加の形態や民主主義の在り方について浅はかな理解を露呈しているとの指摘があります。デモが起きないことを単純に無関心と結びつける思考は、政治参加の多様性を無視しており、問題があると言えるでしょう。8ミリ止まん。さらに長嶋一茂さんはこう締めくくりました。そういう思いが有権者の中にあると自分たちの首が締まるということ、そこは考えてもらいたい。この発言は有権者を一方的に非難するもので、民主主義の本質を理解していないのではないかという批判が寄せられました。ネット上では次のような批判的なコメントが殺到しました。デモしないイコール政治に無関心、そうじゃないだろう。県民にも責任があるとでも言いたいのか。県民に聞いたわけでもないのに無関心みたいにコメントするのはどうなん。しっかり今後を見てから選挙で投票するから、黙れ一茂。これらの反応は長嶋一茂さんの発言がいかに現実離れしており、多くの人々の感覚とかけ離れているかを示しています。デモの自由は憲法で保障されており、国民や県民の意見を公に表明する行為ではありますが、デモが起きないことを批判するだけでは、県民の思いをどれだけ認識した上での発言だったか疑問視されても仕方ないでしょうね、と週刊誌記者は指摘します。この記者の言葉は長嶋一茂さんの発言の問題点を的確に指摘していると言えるでしょう。長嶋一茂さんは一連の騒動がどれだけ大きな政治事案なのかということを伝えたかっただけなのかもしれませんが、結果的に県民の神経を逆なでし、政治問題に対する浅はかな理解を露呈してしまったと言えるでしょう。そんな長嶋一茂さんのことを一部の人はこう述べています。本当にでかい子供、自分勝手。これらの評価は長嶋一茂さんの言動がしばしば大人としての分別や他者への配慮に欠けていることを端的に表現しています。コメンテーターとしての発言だけでなく、バラエティ番組での言動も物議を醸すことが多々あります。2024年9月24日のざわつく路線バスで寄り道の旅での出来事はその典型例と言えるでしょう。落花生の収穫体験で長嶋一茂さんは大きさ比べを提案し、
自ら勝利宣言をしました。しかし、その過程で基準をコロコロ変えたり、他の出演者に対して強引な態度を取ったりしたことで、視聴者から強い不快感を示す声が上がりました。テレビウォッチャーは、この一連の行動について、一茂さんの自己中心的な性格が如実に現れていると指摘しています。このような行動は、単なるキャラとして許容されるべきものなのか、それとも社会人として問題のある振る舞いなのか、議論の余地があるでしょう。こうした自己中仕草は長嶋一茂さんの持ち味とも言えるのですが、それがどう起こすと共演者や視聴者に不快感を与えかねません。エンターテインメントの名のもとに他者への配慮を欠いた行動が正当化されてよいのかという疑問も生じます。一茂さんはあまりに自由奔放なので、厳しいツッコミを入れてくれる人がいるからこそあのキャラが生きてきますと関係者は語ります。8ミリロマン。しかしこれは裏を返せば、長嶋一茂さん一人では番組が成立しないということでもあります。彼の存在価値が他者との対比によってのみ成り立っているとすれば、それは本当の意味でのタレント性と言えるのでしょうか。私はこの人本当苦手です。例えばお姉ちゃんなんて他の女性のことを言いながら、うちのママと甘えた風に言ったり、話がまとまりなく長く専門家ぶったものの言い様が苦手ですという視聴者の声もあります。この意見は長嶋一茂さんの言動が時として不適切であり、視聴者に不快感を与えていることを示しています。多分まだまだ地上波テレビ局のプロデューサーに長嶋茂雄新報社で、その自由奔放快活でユーモラスな姿を長男たる一茂氏に感じ、何しろあのミスターの血を受け継ぐスペシャルな人物なのだとありがたがっている人たちがいるってことなんでしょうという指摘もあります。これは長嶋一茂さんの人気が彼自身の能力や魅力というよりも父親の名声に依存している可能性を示唆しています。この方はどこに需要があるのかわからないタレントの上位に位置すると思うという厳しい評価もあります。この意見は長嶋一茂さんの存在意義そのものに疑問を投げかけています。また長嶋一茂さんの私生活に関する噂も彼のイメージに影響を与えています。一時期縁もゆかりもない福井に長嶋茂雄記念館がありましたが、一茂が自宅からミスターの品物を勝手に持ち出して記念館の館長に貸し与えていたという話がありますという指摘は彼の行動の問題性を示唆しています。長嶋一茂さんの言動は時に社会的な議論を巻き起こすきっかけとなることもあります。しかしそれは必ずしも建設的な議論につながるとは限りません。むしろ彼の極端な発言や行動が社会の分断や対立を助長する可能性も否定できません。結論として、長嶋一茂さんの存在は現代のテレビ業界や視聴者の思考を反映しているとも言えますが、同時にメディアの在り方や社会の価値観について私たちに再考を促しているのかもしれません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。長嶋一茂さんについてあなたはどのように感じましたか？彼の言動に疑問を感じることはありませんか？この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。